チャオ泡田抜きひろまるです。今回はですね、このアグネスタキオンをレオハイに向けて育成してきましたんで、育成のポイントだったりサポートカードの解説をしていきたいと思います。今後もレオハイに向けていろんな馬娘の育成動画を出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ほな早速いきましょう。はい、まずではアグネスタキオンの詳細見ていきたいと思います。まず適正のところからですね。適正のところは今回の宝塚記念の舞台は、芝そして中距離なので、もともとタキオンは芝も中距離も A になっておりますので、ここら辺は、ね、赤印持ってあげる必要はないですね。ほんで次成長率、成長率なんですけども、スピード 20% 根性 10% なので、まあ、スピード 20% っていうのが非常に大きいです。まあ、できるだけ、まあ、スピードカード3枚にして、カンストを狙っていき、ほんで、パワー2枚とか、ほんで賢さ1枚とかにして、まあ、できるだけ賢さを持っていくようなあの編成がいいと思います。まあ、最終、まあ、理想的なステータスで言うと、スピードは、カンスト、ほんでスタミナに関してなんですけど、これは2パターンあると思っています。まあ、固有スキルを、回復スキルを固有スキルだけにする場合は、まあ、スタミナ A 以上、800以上ですね。ほんで、まあ、固有スキルプラス他にも、自分で金回復を持ってくる場合は、まあ、金回復相当が2つある場合ですね。その場合はスタミナ B プラスぐらいでも大丈夫だと思います。700以上。ほんで、パワーは、まあ、共通で800以上ですね。A 以上はあった方がいいと思います。ほんで、根性なんですけども、根性は、まあ、300以上。で、賢さなんですけども、賢さは、まあ、道中。まあ、最終コーナー前ぐらいですね、逃げをしっかり前の逃げを追った場合に捉え切る賢さ、まあ、道中の位置取りが良くなっていく賢さなので、ここはまあ C ではなく3、まあ、理想ですね、理想 B 以上、まあ、600以上賢さ漏れればまあいいかなと思います。まあ、CB 誤差かもしれませんが、まあ、一応あった方がいいと思います。で、次覚醒スキル見ていくんですけども、覚醒スキルは覚醒のレベル3で独占力、ほんでレベル5でレースプランナーなんですけども、独占力に関してはタキオの固有を発動させるために、まあ、先行でほとんど運用すると思うんで、まあ、独占力はちょっと無視しておいて、レースプランナーの覚醒レベル5まで上げるかどうかっていうのが問題だと思うんですけども、まあ、この、レースプランナー上げる場合は、まあ、サポカの編成の中に他にあの金回復、取れるカードがおったとしても、そのイベントが走らなかった場合、一応保険としてあのレースプランナー金回復、非常に有効な金回復なので取れるようにしておいた方がいいかなと思います。まあ、よくあのほんまにイベント走らなくて、他にあのステータスはめちゃくちゃ漏れとって、スキル構成もかなりいいのにイベントだけ走らんかったみたいなこともあるんで、一応保険としてあのレースプランナー取れるようにしておいた方が、まあ大量にマニーと優勝を得れば必要になるんですけども、一応覚醒マックスまではしておいた方があの無難だとは思います。ほな、次はですね、このアグネスタキオンを育成する上で の、 あのサポートカード、実際行ってきた編成とか代用できそうなサポートカードの解説をしていきたいと思います。行きましょう。はい、こちらが実際にアグネスタキオン育成してきた編成の画面になります。右の画面で代用できそうなサポートカードの案を解説しておりますんで、ぜひ照らし合わせながら見てみてください。まずスピードカードから解説していきます。まあ、北サンブラックは、まあ、特異率お化けと、まあ、トレーニング効果で、一応古戦のプロフェッサーですね、先行なのでぜひ取っておきたいので入れております。かなりね、やっぱりスピードカード最強なんで入れてます。で、イベスペ、僕はイベスペの貫突持ってるんで、一応ですねイベスペ入れているんですけども、理由としては食いしん坊を、取れた場合、自分 の、 あのレースプランナー覚醒レベル5のスキルポイントよりも安くなるんで、まあ、食いしん坊が成功したら、まあ、そっちの方が、食いしん坊ですね取ることにしているので、一応入れているっていう風な感じです。他にもあの末足とか栄養補給ですね、食いしん坊の回スキルを持ってくれるんで、僕はイベスペ、レースボーナス 10% っていう面もありまして、入れてます。イベスペの貫突を、まあ、最近始められた方だったら持っていない方が多いと思いますんで、イベスペの貫突持っておられない方はぜひ覚醒をレベル5まで上げてレースプランナー取れるようにして、でここの枠を例えば進行ウィンディーとか、パワーボーナス持ちのキングヘイローとか、あとは最近配布の SS レア出た、成田ブライアンとか入れるのおすすめだと思います。で、3枚目スイープ投手ですね。スイープ投手は、愛嬌ワンダフルミステイクで愛嬌を取れる可能性があるっていうカードと、あと、まあ、練習性能そして友情性能も非常に、高いんで、スレアなんですけどスイープ投手、採用しております。そして次パワーカードですね。パワーの枠は八重の無敵、今回、先行なら八重の無敵、宝塚記念の舞台チャンピオンズミーティングなら一番外せないカードだと思います。この6枚のカードの中でもほんまに、ま
一番強い、一番強いというか一番持っておきたいカードだと思います。スキルがペースアップ、末足、そして、テンポアップ、抜け出し準備、尻尾上がりと、もうできればここのヤエノム的持ってるスキル全部持っていきたいぐらいの、スキル構成してます。で、上がってきたですね、上がってきたは出遅れた場合に、まあ、中盤上がってきたとか発動して、ほんで尻尾上がりまでつなげて、ちゃんと固有が発動する番手、まあ、3、4番手ぐらいまで位置を上げるっていう意味で、上がってきたはぜひ取っておきたいスキルなのでヤエノム的入れました。で次、ビワハヤヒデですね。ビワハヤヒデなんですけども、スタミナボーナス、そして、トレーニング効果合計 15% あります。で所持スキルの中にも今回宝塚記念で発動する、阪神レース場とか、あと、ここはマッチング運だと思うんですけども、外枠得意もあるし、追い込む駆け引きも一応向こうがかからないと意味ないですけど、追い込みに対してのデバフも打てるので、まあ、ビワハヤヒデですね、僕は採用してます。でフレノさんに借りた枠は賢さ1枚でファインモーションですね。ファインモーションはスピードスター上げませんがよくあるんですけど、まあ、所持スキルの中でも今回の右回りとかでビワハヤヒデと同じく外枠得意ですね。やっぱりスピードスターど、まあ、できれば欲しいスキルになってると思います。でも賢さ上げるためにファインモーション関突はほんまに1枚だけでめちゃくちゃ上がっていけるんで、ファインモーションはぜひ入れたいところなんですけども、この6枚の中で言うとヤエノム的関突が一番入れたいサポートカードかなと思います。ヤエノム的関突を持っておられない方はフレンドさんに借りて、自分で、エスリアの、サポートカードの賢さ枠、例えばダイワスカーレットとかマーベラスサンデーとかを、採用するのがいいと思います。ほな最後育成結果の画面に行きましてまとめていきたいと思います。行きましょう。はい、育成結果の画面にやってまいりましたが、まず冒頭でお伝えできなかったインシケーションの部分お話ししていきたいと思います。今回スピパは、賢さ育成でしているので、まあ、スタミナカードがないのでぜひスタミナのインシをかなり厚めに持ってください。今回はスタミナ15パワー3でいってます。こちらゴールドシップなんですけども、スタミナ、6で、ほんで中距離因子もあるやつを選んだっていう感じですね。まあ、固有継承スキルじゃなくてもう完全に青因子赤因子狙いでこっちは1人目選びました。でフレンドさんにお借りしたのがエルコンドルパサンなんですけども、この部分はマルゼンスキーとかあと待機シャトルとかの、まあ、スタミナ9因子で、そして赤因子で中距離できればまあ中距離持ってる方がいいと思います。でこの方は芝ですね、他に持ってるっていう風な感じなんですけども、走ったレース次見せていきたいと思います。走ったレースはジュニアメイクデビュー若駒弥生さつき、日本ダービー負けてしまったんですがシオンステークス、キッカジャパン、金庫賞、大阪杯、宝塚、天焼き、有馬で URA3 つっていう感じだったんですが、ちょ16戦ちょっと練習が弱いところが多くて走りすぎた感は正直あります。他にもシニアの最後ら辺にバッドイベント引いてしまったんで、そこら辺がなければもう少しパワーは漏れたかなっていう風な印象です。ほな最初の画面に戻りまして、ステータスからステータスはほぼ概ね満足しております。パワーもう少し盛りたかった、できればまあ盛れる手応えがあったので盛りたかったなっていうところですね。足こさかなりファインモーション1枚でここまで上がってくれたんで良かったなと思います。まあ、スタミナもB プラスで自分でスペの食いしん坊も取れたんで、UMA2 の固有と食いしん坊でしっかりまあスタミナが足りるところまで来ました。で、ブランチャカナドールですね、ここちょっと後で、ルームマッチ何回も走ったところの一連なんですけど様子、見せていきたいと思いますが、右回り両馬場プロフェッサー上がってきたと、ここら辺のスキル構成に関してはあともう末足と、毎度同じくスピードスター上げません、まあ、スピードスター取り切るところまでいければまあほぼもう合格点ぐらいのスキル構成になってたかなと思います。このアグネスタキョンがですねどんな、動きを、まあ、チャンピオンズミーティング想定ですね、宝塚記念想定でどんな動きをしてくれたかルームマッチ、様子を撮ってきたんでそこを見せて最後終わりたいと思います。いきましょう。はい、こちら実際に走ってみたルームマッチの画面ですね。絶好調固定のルームマッチ部屋です。二元2枚先行3枚っていう風な、相手でしたね。前の方が大事だと思うん でさっきタキオン出遅れてしまったんですけども、こっからのタキオンの、まあ、スキルの発動の仕方とか位置取りぜひ見てみてください。先行3枚大江さんいたんですけども、ここで1回4番手に下がってしまうんですが、こっからちょっと倍速になってますね。最後第1コーナー第2コーナーぐらいで、まあ、ここでもう、食いしん坊発動します。で中盤スキル上がってきたも発動してくれるんで、ここからプロフェッサーからの尻尾上がり上がってきたと、でこういう風に前に出遅れても、まあ、3番手4番手の好位置につけることができております。
このタキオン非常に何回もルームマッチ走らせとったんですけども、かなりいい活躍は今のところしてくれてます。でこの後、まあ、問題はあの L のこういうブランジャカナドールがしっかり発動するかどうかっていうところがあの重要なところになってます。そして中距離直線発動してタキオンの固有の位置なんですけども、中盤終わるぐらい、もうこの時にもう発動します。しっかり3番手4番手ぐらいキープしとってコーナー向かってくるも入り口ぐらいで、あの中盤に入る前の、中盤後半ですねにもしっかり発動して、まあ、ラストスパートもここから行くっていう風な感じです。でぐるーっと回って相変わらず水着マルゼンと前にマックイーンが、僕のマックイーンですね、試しに入れているんですけど逃げてますね。他のあの2人の固有はあんまり気にせず見てみてください。でタキオンマックイーンをここで、かわします。かわして2番手、ここでしっかりスタミナが残っていれば最終直線向かった時にブランチャカナドール L の固有が発動してくれるっていう風な計算です。しっかりここであのブランジャカナドール発動してくれて速度と、加速両方あの少しですけども積むことができてます。この後ルドルフが猛追してくるんですけど、しっかり、まあ、高位置から抜け出したタキオンがそのままリード保って最後まで、まあ、勝てるっていう風な、あそこで スピードスターとか、まあ、持ってたらよりあの強い動きができたと思うんですけども、このタキオンでも非常にいい動きしてくれてます。はい、ほな一通りアグネスタキオンの育成の紹介ここで終わりたいと思います。今後もレオハイに向けての育成の動画ですね、いろんな馬娘育成してみたっていうやつを上げていきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ほなアリベドルチ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。ぜひチャンネル登録とコメント、それとベルマークみたいな通知をオンにしてくれたら嬉しいです。ほな次の動画でお会いしましょう。アリーベデルチ。